どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。今日は新年一発目のレースです。東京都水泳協会のねレースに参加するために今辰巳国際水泳場に向かっております。まあ、ここ2年ぐらいかな、日本選手権、ジャパンオープンは制限タイムは切れたんですけれども、参加することはできず、全国レベルのね全日本クラスの大会からは随分遠ざかっている日々が続いておりますが、今シーズンは、やはりもう1回自己ベスト更新したい、自己ベストはね何回でも出したいんですけど、で日本選手権にもう1回出たい、日本選手権も出られるのであればいつまでも出ていたいんですけれども、そうやってやっていくためにね、まずはやっぱり制限タイムを切りに行かないといけないので、今日はできるだけねベストなパフォーマンスをして、まずはやっぱり自分の納得のいく泳ぎレースできるように、今やれることを最大限やっていくと、その結果日本選手権の参加標準記録突破できたらいいなっていう感じでねレースしていきたいと思います。朝からツイッターとかインスタグラムとかに皆さんのパワーを送ってくださいって投稿したところ、たくさんの方がねリアクションくれたり DM くれたり直接連絡くれたり本当に嬉しいです。そんな皆さんからの、連絡を、レース直前に眺めながらモチベーション高めてレースしていけたらと思います。じゃあ頑張りますかね。パワー。早速レースの映像をご覧ください。今回の目標タイムは2023年4月に行われる競泳日本選手権への参加標準記録22秒32です。昨年最も早く泳げたタイムは22秒49、吉弘の自己ベストは21秒90。この数年かなり苦労しているようです。本人曰く体調はかなり良いとのこと。さあゴールです。タイムは22秒36、標準記録まで 0.04 秒届かず、これは悔しい。終わりました。100分の4秒足りず。ジャパンオープンの制限タイムは多分切ってると思います。100分の4秒は悔しいね。このなんかカツカツじゃなくてもタイム切れるだけの実力があればね、こんなに苦しむことそもそもないので頑張りたいと思います。お疲れ様でした。遅かったです。隣が早すぎて悲しかったです。強く生きよ、強く生きよ。明日は一振りです。もっと怖い。恐ろしすぎ。はい、というわけで明日も頑張っていきましょう。明日は僕ついに平泳ぎ公式戦デビューです。頑張ります。吉弘が特に喋ることがなかったと言っていたので、そのままレースの映像に入ります。本日は 50m 平泳ぎに出場。先日のコロトンマスターズで平泳ぎが上手に泳げたので調子に乗ってエントリーしてみたそうです。今年の社会人選手権は 50m 自由形と 50m 平泳ぎにエントリーを希望しているとか、 100m 種目からは逃げる気満々のようですので、もっと長い距離も頑張れよと思う方はもっと吉弘を煽ってあげてください。ちょっとターンが合っていないですね。大丈夫でしょうか。ほんの少しですがキックのタイミングが遅いようにも見受けられますが、タイムは果たして何秒になるでしょうか。28秒01。全部レース終わりました。終わりました。今日はどうでした。昨日よりマシ。思ってたよりマシ。もっとひどいのを想像してた。最後ちゃんと上がってたもんね。最後根性見せたやろ。見せてた。根性を感じた。やればできるから。やればできる子。やらへんだけや。それは一番やばいやつやで。僕の方は少なくともこのぐらいのタイムでは泳ぎたいっていうタイムでエントリータイムを出したんですけど、そのタイムぴったりぐらいだったので、
まあ、そこは目標クリアできたかなっていう感じ。ただあそこまで行ったら27秒出したいよね昨日は100分の4秒足りず、今日は100分の2秒足りず。またやりますか？もちろんですとも今年の社会人選手権はもう半振り半ブレって決めてるんで一振りはやりませんとも。一型はやりませんとも。高橋さん寂しがってまい。え、高橋さんが寂しくなってまい。高橋さん、ちょっと後で聞いてみよう、その辺はい、というわけで本年もインフィニティスイムスクール何卒よろしくお願いいたします。ではまた